まだおなじみ離島からのトラックマン追い切り死んだ、京都競馬場で今週も自由がありますということでマイルチャンピオンシップね、行われますので離島でね追い切った馬たちについてのお話をしてまいろうと思うんですが、このお二人の場合はじゃあまず反論からいきますか。じゃあ、4連勝中のエルトン・バローズから。はい、どうでした。まあまあ1週前にね、まあ、Cコースで、はい、サント合わせ、まあ、追走打ちにつけるパターンという感じでしたけど、うん、まあ、ヒトハロンのところでね、まあ、楽に並びかけてヒトハロンのところで、まあ、一応軽く流してゴーサイン出して反応を確かめるっていう形でしたけど、まあ、反応 したんでねすぐ、うん、まあ、その後はまあ流し気味にフィニッシュして、うん、まあ、時計もめちゃめちゃ速いですし、はい、11秒4ですからですと。そうですよね。まあ、今週の反応もね、うん、まあ、先週結構まあ、馬なりほぼほぼ馬なりっぽかったですけど、まあ、負荷はかけてるんでね時計的にも、うんうん、まあ、打ち目を、序盤からこう楽に、はい、馬のリズム重視でという形で、うん、まあ、上がってきたんですけどもね、まあ、ヒトハロン水のところでね、まあ、もうめちゃくちゃ追いたくられてるよその厩舎のね見習いが乗ってる馬がね、はい、ちょっと近寄ってきてね、はい、ただまあそれでもねそういうまあ、惑わされることもなくね、なるほど、まあ、平常心で最後まで、うん、まあ、集中しきってねきっちりと走っていましたし、うん、まあ、その人ハロンがね11秒5ですわ。なかなかこう反路ではねお目にかからへん時計なんですけど、まあ全然無理してないですしね、まあ、先週の1週前のコースの追い切りといい、うん、今週の反路の最終調整といい、うん、まあ文句つけるところはまあないですわ。とりあえずはね見た目には、はい、うんうん、まあ好調のまま今回も迎えられるという感じじゃないですかね、うん、なるほど、うん、ソウルラッシュ、はいはい、まあ、これも一週前コースやったんですけど、そうでした、はい、まあ最後はね追うだけもうどんどんストライドが伸びて、うん、なんかもう突き放していくっていう感じでね、まあ、先着の時計もこれ 2.1 秒 2.7 秒ですねぶっちぎりってやつですね。ぶっちぎりでしたし、うん、まあ、今週ねモレイラ騎手がまあ乗って、まあ、初めて多分コンタクト取ったと思うんですけど、もともと前進規制が結構強めでね、はい、走ってくる馬だですんでね、うん、まあ、その辺の感触もっていうこともあったんでしょうけど、うん、ただきっちりとね抑えも効いてましたしね、いやすごい手応えになって多分本人も思いながら上がってきたんちゃいますかね、あの感じやと、うん、まあ、ちょっとね右に傾くとこ引っ張った時に反応しいらんところで反応したりとか、まあ、まあそういうのもありましたけど、うん、まあ、動きとしてはまあ悪くなかったですしね、このままいいんじゃないですか仕上がり。馬体なんかもねこの間 の休み明け、まあ、勝ちましたけど、うん、体とかはねもう一段階良くなりそうな雰囲気残してたんでね、うん、それと比べると今回の方が体つきなんかもいいですわ、うん、そうですね、うん、あとはナミュール、はい、まあ、時計だけ見ればねえらい軽いなという感じなんですけど、うん、そう、まあ、ただそもそもまあ体がね、まあ、2歳3歳の春ぐらいまで体がどうこうって言ってね、うん、なかなかこう調整も難しい馬であって、うん、ここ最近はその辺がねしっかりしてきて、ね、体も増えてある程度、うん、その辺は維持はできてるんですけど、うん、まあ、言うても前回のね富士ステークスの時でもその前の安田記念から比べるとプラス6キロしか、まあ、体増えてなかったんでね、うん、まあ少なくともちょっとでも減らしたくないという、まあ、意図もあるんでしょうけど、うん、まあ、今週の反路でも58秒ですわ、うんうん、ごく軽めって感じですね。ごく軽め、ね、最後だけほんまの姉妹重点って感じでやったんですけど、うん、正味、まあ、正味100メートルぐらいですわ、うん、パッとも追っ放して動かしたのが、うん、でもそこの反応がもう凄まじ、さすがに序盤ゆっくりいってた部分もありますけど、うん、もうすごい反応がね早いし、うん、ギアの上がり方もすごいしでね、やっぱりまあ走るなっていう感じですわ。で体も維持できてますしね、ほんで、まあ、こういう警護なんで、体もまあ維持できてますし、うん、まあ、前回使っての上積みがね、まあ、十分見込めるじゃないですか、うん、普通に、うん、まあ、いい走りは期待できそうですかね、うん、ですね、はい、はい、まあ、そんな感じです。ではコース組いきましょうか、はい、まずジャスティンカフェ、はいはい、ジャスティンカフェは、うん、まあ、調教パターンとしては、うん、割とこう金曜日に、うん、金曜日の半路で早めの時計を出して、うん、まあ、水曜、木曜、まあ、主に水曜かな、水曜にコースに出した時は、
まあ、とにかくこうリズムをしっかり作るっていうような、まあ、そういった調整パターンで来てますし、うん、まあ、それはもう前回とも変わらないですね、うん、で、まあ、1週前のその金曜日の、追い切りで、まあ、50秒6っていうタイム出したんですけども、なるほどね、はい、これもまあ今までのジャスティンカフェの中で2番目に速い時計ですし、うんうん、まあ、ここでまあしっかりこう負荷はかけられたかなというふうに思います。で、まあ、最終追い切りコースで合わせ馬という形だったんですけども、はい、まあ、やっぱりリズム重視ですね。とにかくこう馬の本当にこう行く気っていうのをしっかりこう抑え込んで、うん、ラストの末足にしっかりこうつなげてあげるっていうのを教え込んでるなっていう印象の、うん、まあ、やり方だったんですけど、はい、まあ、ただまあ5歳に出てからビュンって伸びる感じでね。いや、そうなんですよね、うん、最後ゴール前並走馬抜き去ったあたりは、うん、うん、まあ、やっぱりすごい一瞬の加速がすごいなっていうような感じでしたし、良かったですね、調教時計以上に僕はすごくいい印象に思いました、はい、なので、まあ、時計の出方と、まあ、前走からももう一段階ちょっとこう早めになってますしね、うん、時計の出し方一つとっても、うん、なので前回からの上積みっていうのは順当に見込めるかなっていうふうに思います。あまり教えてきたことがちゃんと身になってきたなっていう感じはしますね。しましたね、はい、はい。でまあ、シュネルマイスター、はい、関東馬、はい、マイラーズカップと同じように、うん、レース当初はこちらで調整という形に今回もなりました、はい、1周目の動きすごく良かったんですよね、うんうん、合わせまでやってます。しっかりこう芝居も伸ばしてっていう形だったんですけども、はい、まあ、若干ね、まあ、かなりこう折って折ってっていう感じはありましたけども、うんうん、まあ、しっかりこう反応もできたし、うん、これで変わってくるだろうなっていうのが1週前の追い切りでした、はい、で、まあ、今週どんだけ変わってるかなって思ってみたんですが、まあそうですね、ちょっとねラストの弾けっぷりとかはそんなに目立つ感じではないんですよ、まあ、時計面からも分かるんですけれども、だからシュネルマイスターってたまにこういう時あるよなって思って、ちょっといろいろ調教時計のラップとか見てたんですけど、 なるほど、おそらく、シュネルマイスターのラスト1波論の伸びっていうか弾け方がもう一つって感じるときは、多分ね6波論5波論5波論4波論あたりのラップが早いんですよね。あーはー、なるほど、うん、ちょっとね、この辺は僕ら時計取ってるときは結構カバーできてたんですけども、今割とゴール前中心で見てるんでちょっと気づかなかったんですけども、おそらく若干やっぱりその走り慣れない立冬コースで若干行きたがってるところがあったのかもわからないです。その辺のラップがちょっとチグハグなんですよ、うんうんうん、その分ラストをちょっとこう弾け切れない部分もあるのかな、若干こう走りにくいのかなっていうイメージで見てたんですけども、ただまあそうですね、全体的な負荷としては今回はかなりしっかりやれてると思いますし、逆の見方をすればすごくシュネルマイスターが前向きに走れてるっていうことの、あとはこうコントロールしてあげるだけだよっていう状態にまで仕上がって連れてきたっていうことの証明にもなるので、まあ全体としては悪くないのかなと思います、うん、ラストの動きは僕はそんなによく見えなかったんですけども、まあ、スパッと切る感じはなかったですね。そうですね、そんな感じでしたけどね、ただまあしっかりやれることはやってるし、まあしっかりこう調子合わせた調整はできたかなという、こんだけ熱心にねやれてればっていう感じがしますよね、まあマイラーズカップの時が最終日84秒台だったんですよ。今回81秒台なんで、まあ負荷という意味では今回の方が強めにしっかりこうできたんでね、やっぱ G1 レースですね、そのあたりの上積みはあるかもわかんないですね。あとセリフォス、はい、まあ、セリフォスは相変わらず調教も来ますね。いやいいですね、うん、1周前はラスト1アロン10秒なんで、これすごかったですね、これは本当にまあしっかりこう弾けてね、すごく、まあ、この段階でほぼほぼレースに出せるよっていう感じだったので、まあ、今週は本当にこう合わせるまでしっかりこう反応を確かめる、まあ、リズムをしっかり作ってあげるっていう調教をやったんですけど、まあ、そんなにラストね、まあ軽く仕掛けた程度なんですけど、もう本当にスパーンと抜け出しましたし、楽に変わってきましたね、やっぱりその弾けっぷりというかね、それはすごいですね、まあそうですね、馬体重とかはねそんなに変わってないんですけれども、まあ、やっぱり相変わらずコンパクトにしっかりこうまとまった、まあ、そんなに馬体重の割に大きく見せるまではないですけれども、まあ、その分すごくバランスがいいんだと思います。走りっぷりなんかもすごく連動性が高くてしっかりこうスムーズにスピードに乗れてるなっていう感じなので、それがもう本当にストレートに時計に出てるって感じですね、なのでまあ体調はいいでしょうね、もうこれは間違いなくいいと思います。そんなとこですかね、マップにもいいですよね、はいはい、さあこんなとこですかね、まあ、どうですかね、結構白昼
戦になるんですかね、うん、このメンバー的にもね。結構、うん、これは面白いというか、うん、メンバーは揃って、揃ったなっていう感じはありますけどね。ハイレベルな横一線かじゃあ、うん、そういうことですよね。してるのはいないけ ど、ね、ハイレベル全体的に優れたマイラーがねそれぞれいい状態で臨むなっていう感じで、うん、本当こうチャンピオンを決めるのにふさわしいレースになるのかなというね、マイルのね、はい、感じがしますんで、はい、まあ馬券も海外があるかなというところで、まあ、ぜひ皆さんも悩んでね帰っていただいてはどうでしょうかということで、ぜひご参考にしてくださいということで、じゃ今回締めさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。